こんにちは、今回はキャラの隠し配置についてです。肝試しのお誘いとは異なります。2日目のストーリーを進めて、約1時間後の終盤で、キャラたちが一瞬だけ配置されます。ストーリーを終えるといなくなるみたいなので要注意です。一番の目印が新滝が近くにいて、話しかけられるタイミングです。任務名としては、終盤のこちらになります。序盤にも同じのがありますが、終盤の約1時間後です。では場所と会話もご確認ください。怖がるな。何があろうと、俺様はお前らを守るぜ。オラの戦いだ。黙念黙想。常に静かで清らかであれ。神器のことは気にすることなかれ。ああ、これは三五宮様が虎の巻に書いた言葉なんだ。三五宮様はやましいところがないから恐れる必要はないと言ってた。三五宮様がここにいればよかったのに。彼女ならここで何が起こったのかすぐにはっきりさせられたはずだ。まさか本当に噂通り、肝試し大会ではおかしなことが起こるものなのでしょうか。どうかお気をつけて。若はこの状況を予想していたはず。俺は若を信頼している。しかしお嬢もまだここにいる。念のため早くはっきりさせないとな。風には不安が漂い、恐怖は蔓延する。これこそが肝試し大会のあるべき姿かもしれぬな。拙者にとっても珍しい体験でござる。混ざり込んだ？うちも探すわ。まだ幽霊にはそんな会ったことないね。めっちゃ気になるわ。しー、ここは雪がいつも隠れている場所。安全だ。一つ秘訣を教えてやる。目を塞げば怖いものは消える。